よし。オッケーです。あ、気持ちいい。オッケーです。人生初です。ここまで入った。ここに。皆さんこんにちは。山本由伸です。今回サラリーマッチョ西さんにお越しいただきまして、竹高担当一緒にですね、はい、胸のトレーニング、それも胸の内側とかのトレーニングをやっていただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。おすすめの第一種目としてはナローパーシャルギロチンプレス。おー、いかつい名前です。早速やってみましょうか。では最初バーだけでやってみましょう。まずバーの真下に鎖骨が来るように組めていきます。これがですね、手で幅は肩幅ぐらいで、下ろすときに肘を張っていきます。で、深さはちょうどこれぐらいですね。胸からまあ15センチぐらい離しちゃって、これで絞り込んでいきます。張って絞り込んで、これでやると胸の内側上下にとても刺激が出るのが分かると思います。うん、どうですか。いや、僕が苦手なポジションですね。どうでしょう、内側効いてる感じはあるでしょうか。はい、私、胸の上の方ですね。もうちょい広く、それがいい。西井さんコラボの時は西井さん重量に死んでもついてけコースなので、じゃあいつもの西井さんの重量徐々に上げていきますか。20-20つけても20-20、はい、行きましょうか。5回だけ5回だけで、おい、差が乗ると分かりますね。お、分かりますね。この手幅の広さっていうのはあんまり閉じすぎちゃうとやっぱ3等に入っちゃう。そうですよね、狭いと3等入っちゃいますので、肩幅逆に広げすぎちゃうと、このは絞り込み、あんまり絞り切れない、内側に来ないです。なるほど、そのバランスですね。5回で肘を開いて絞り込む。僕なら分かるけど、55にします。これは落とすと生きるのか。隣にいるから軽くこれで10回いってみましょうか。はい、軽くいきましょう。の恐怖心がどこぐらいまで下ろすのが正解でしょう。だいたいこの辺まで。なるほど、でいいと思います。はい、止まれ。おお、
もう一回。OK です。おお。めっちゃ入りました。めっちゃ入りますよ。意外にインクラインベンチとかに比べてもこの方が大胸筋上部入ります。これはなぜインクラインではなくフラットにする？そうだ。フラットにすることによって肩の負担をかなり減らせるんです。確かに全然痛くなかった。で重量も重くできる。インクラインでどうも肩に効いちゃうというような人はむしろフラットで今のやり方。ただし大事なのは深く下ろさないこと。肩痛めちゃいます、うん、今ぐらいのパーシャルレンジでやりますとちゃんと上部にしかも内側に入れることができるな。めちゃくちゃ鎖骨人生初です。ここまで入ったここにピンピン来てる。すごいですこれすごいこれ、まあ、これからちょっと流行りそうな感じ。流行る。これやります絶対。ただなどで行う。そうすると肩への刺激があんまりないんですね。普通にワイドで深く首の方に下ろしていくととても肩に悪いんですけれども、うん、ナローにしてパーシャルでやる。そうすると肩への負担が少なく、そしてパーシャルですので最後の絞り込みができる。ただこれフリーウェイトだとですねちょっと軌道が安定しないこともありますので、うん、スミスマシンで行うことをお勧めします。もう一セットやるんですけれども今度はですね1と2分の1トップの方を2分の1で。なるほど。行きましょう。トップこのぐらいですか。ここまでなのでこの半分としてこのこれぐらい。あ、意外と思ったより下ろすんだね。よっしゃ。はい、半分。はい、1。今のこれがですね、かなり3頭に入ってしまいましたので、はい、最初にまず3頭を使わないケーブルクロス、はい、ケーブルクロスをやってすぐにナローベンチ、ただし下ろす位置をもっと下にしていきます。まずケーブルクロスで3頭が使われないで大胸筋だけが広がる。その後ナローベンチという感じですね。ただもちろんナローベンチかなり軽くしていかないとできなくなりますので、うん、重さとしては2枚取って15を外して、え、嫌な感じしてきた。10をつけましょうか。多分これぐらいで、これぐらいなら楽勝かなと思います。ただしケーブルクロス大事なのはスローテンポで行うことですね。ケーブルクロス結構こういう風にやってる人いると思うんですけれども、スタートをゆっくり、スタートをゆっくりしてしっかり止めてゆっくり下ろす、まあ、1、2、3ぐらいの丁寧なテンポで3秒3秒でケーブルクロス。ここではですね、どこで合わせるか、うん、下の方で合わせると下の方、上の方で合わせると、まあ、真ん中などに効いてくるんですけれども、最初上の方やってますので、これは下の方で合わせて3秒3秒10回
やった後にナローベンチ、ナローベンチでは下ろすといきは普通のベンチプレスと同じでやっていきます。はい、ナローベンチは先生普通に行くんですか？ただこれもですね、胸までつけなくていいです。ナローベンチも胸までつけないで、まあこの辺ですね、上10センチぐらいまで来たら開け出していいです。収縮意識とですね、テーブルクロス3秒3秒、10回まで行きましょう。下の方では分かります。はい、うまく下ろして 1、2、3、1、2、3、2、2、もうちょい肘を開いてます。可動域止めたところからやってるせいか、すごくずっと大胸筋が力入ってて、逆にバーみたいな痛みも出て、うん、私よく言ってるんですけど、ビッグスリーバーを胸までつける意味は特にない、うん、ですね。解剖学的に、まあ、本当人によって全然骨格が違いますので、胸までつけなければいけない、まあ、デッドだったら床まで下ろさなければいけない、それは大して意味がない、うん、根拠がないんです、うん、でも今ぐらいのパーシャルでやることによって、ずっと肩に来ないで胸にうまく効かせられる、その分高重量でやるということですね、はい、そのあたりちょっと皆さんこれからのトレーニングを参考にしていただければと思います。はい、
手幅は結構広めの方が胸に入るっていうなんとなくのイメージで持ってたんですけど、これが手幅狭めてもう腕に来るっていうよりはもうずっと可動域が広がってよりこう収縮するような意識だけが強くなっていたので、これ本当におすすめで、意外でした。だから手幅を狭すぎるとやっぱサントとかに入っちゃうんですけど、肩幅ぐらいにでパーシャで無理ない可動でやっていただくとすごく感覚いいと思います。肩への刺激も、まあ、負担も少ない、怪我もしにくいですし、とてもいい種目ですね。本当はもう一セットあるんですけどね今回はこの3セットでかなり効いたと思います。大胸筋の内側鍛えたい方はぜひ参考にしていただければと思います。そして今回ニッシーさんともコラボしておりますので、ニッシーさんのチャンネルこちらの概要欄の方をチェックしていただければと思います。今回の動画面白かった、興味持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。ニッシーさん今日はありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。